先日、日中にリビングのソファーに座ってテレビを見ていました。このコンビ面白い。笑いながらくつろいでいると、テレビの近くにある窓のカーテンが少し開いていることに気がつきました。ふと窓の外に目をやると、え？今、窓に何か。カーテンの隙間から知らない男がこちらを覗いていたのです。不審者と目が合ってしまった私は、あまりの恐怖に声を出すこともできません。しばらく沈黙した後、男は通り過ぎていなくなってしまいました。やだもう。カーテン閉めとこ。呆然としていた私は、ふと我に返り、ある事実に気づいたのです。あ。そう。うちは、高層マンションの13階なのです。あの男の人は、一体、何だったのでしょう。恐怖の体験、毎週投稿中です。チャンネル登録、よろしくお願いします。